民六雑誌、名六雑誌、名六雑誌は、民六書の機関誌。1874年、明治7年4月2日、創刊。1875年、明治8年11月14日定刊。全43号。近代日本における、学術総合雑誌、学会誌の先駆けとなり、文明開化時期の日本に大きな影響を与えた、観光物である。 民六社は、明治初期にアメリカ帰りの森やりのりが、西村茂樹に相談して設立した結社。社名は、明治六年、1873年に結成されたことにちなむ。その設立目的は、以下のようなものであった。すなわち、西洋のように知識人たちが集って、信仰と学識を深めつつ、民衆を啓蒙するために設立された団体であった。 明治日本にとって最大の目標は、布国強兵を実現し、西欧列強に互いすることであったことは言うまでもない。そのために、西欧をモデルとして様々な技術や人、親とい外国人、制度を移入することで、明治維新が進められたが、やがてそういった枠組みを受用するだけではなく、人間という中身も変革、雑誌の言葉で言えば、 民心の一心することを目指す啓蒙思想が起こってきた。そして文明国という世界標準に追いつくためには民衆を文明国的国民へと改中すべきだという使命感を持ち活動した人々を啓蒙家という。この啓蒙家が集まったのが民六者であったのである。民六者の核となった同人には森、西村に誘われて津田真道、青州、中村正奈 加藤博之、三り周平、福沢諭吉、杉浩二、三り林章など、当時を代表する曹操たる知識人たちが参加した以下の文は適宜、単に名字のみを記す。彼らにはいくつかの共通点がある。まず、西村以外は、下級武士あるいは庶民といった仮想出身者であったこと、ついで、明治となる以前から洋学者として、頭角を表し、 幕府の改正書などに召し抱えられていたことである。これと関連して、その多くが幕末明治期か会ずれかに陽光の経験があって、尊老上一層に染まった経験がなかった。また、福沢を除けば、明治以後は管理として維新政府に仕えていたことも特徴といえる。上記のような欧米事情に明るい知識人たちが啓蒙するための手段として選択したのが、 定例演説会と雑誌発行であった。両者は不可分の関係にある。なぜなら定例演説会で個別のテーマについて意見交換し、それをもとに筆記したものが名力雑誌に掲載されたからである。こうした新しい地の情報伝達は名力雑誌の成功に大きく貢献した。ちなみにこの演説という言葉は福沢がスピーチに当てた訳語であると言われる。 また、演説会が開かれたのは、養殖好みが多かったこともあって、築地西洋圏であった。民読社が結成されてより、年をまたいだ数ヶ月後に、名六雑誌は、ようやく刊行された。発売された雑誌はいずれも歓喜に発行日が、記されているが、それが、新聞に出された現実の発行日と一致し、こと、しばしばあった。例えば第一号は月と記されているが、 実際には4月2日発行である。これは印刷、編集といった書問題から発行日が記載されたものとずれたのだと考えられている。また規約によれば、月に2回発行するとなっているが、その点はアバウトであって、総幹事には一気に4冊出版しているが、雑誌の行く末が危ぶまれた時には月に1回しか発行しなかったこともあった。 掲載される論説本数も2から6本とばらつきがある。アバウトな点は他にもある。実は、名録雑誌にはいくつか違本があることがわかっている。タイトルは、名録雑誌で知られているが、本文1ページには、名録者雑誌と表記しているものがほとんどであった。ところがいくつかの号では表紙通り、名録雑誌と記載されていた。大きさも B 六版相当のものと A 五版相当の、 ものの2種類あることが確認されている。雑誌には啓蒙という大目標があるものの、細かい厳密な編集方針はなく、前後を一貫する、具体的テーマもない。また個別のテーマに対する、論者の姿勢も一人一人異なっており、口述するような特徴はあっても民六者として、雑誌全体として、何か、統一的なアピール。例えば民選議員を導入せよ。 するなといったものを行うことはなかった。名力雑誌は特定の意見を発信するというよりも、様々な問題を提起し、知識を紹介して、人々の関心を高めること自体が目的であった。また、演説会、雑誌という当時目新しかった、情報伝達手段もそれ自体が関心を引くのに、十分であった。議論を公開するという点で、外交的意見が統一されていないという点で、 拡散的であることを、6雑誌は、性質としていた。扱う範囲は、総合学術誌を目指しただけあって後半で、学者のあり方から、目かけの是非、男女同権論等、哲学や、信教の自由などの宗教論、文字改良論などの教育論、死刑廃止論等の社会問題関連、貨幣、貿易等の経済小問題、果ては、妖怪の類いまで、 非常に広きにわたる論説、翻訳を扱っている。ただ文学に関してだけは論説が少ない。聖春が、地説、第25号で文学用語を紹介する程度である。掲載論説の総数は156本。その内訳は、多い順に並べると、津田真道29本、青春25本、坂谷祖20本、杉教授13本、森有則と、 西村茂げ中村正直が同列で11本、加藤博之が10本、神田洸平が9本、三栗林章5本、柏原高明4本、福沢幸吉3本、清水宇三郎2本、三栗周平と津田線、柴田正吉が並んで、各1本である。なお、掲載されたものは、民六社同人のものに限られていた。詳しくは後述の、 掲載論説一覧を参照されたい。分野は多岐にわたるが、それらにはある特徴を監視できる。欧米の諸制度、思想を紹介して、それを文明国標準とする一方で、旧来既存の日本の考え方や制度に批判を加えようとする姿勢である。例えば、津田真道の拷問論を例とすると、明治になっても容疑者の取り調べには拷問が認められているが、 こうしたことは、文明国では認められていないもので、司法への不信や冤罪を生じさせる悪風だと、論じている。上記は、制度改革について論じたものの例であるが、一方で国民の考え方、気風を変えるべきとの姿勢も顕著である。中村正直の、人民の性質を改造する、説、第30号、青春の国民気風論。 第三十二号などにその特徴が濃厚である。例えば後者を要約すると、日本人の寄風には、先制政治を甘んじて受ける、奴隷ー城、ママ、が見受けられ、幕末まで微点とされてきた、中領疫自家は、鎖国を国事としない、明治の世では、無期無力の別名に過ぎないとまで言う。これは彼らが国民とは何かという問いを持って、西欧の書物を開くとき、そこに品質する。 インディビジュアルあるいは、インディビジュアリティという語彙に触発されてのことである。現在でこそ、この言葉には、個人という訳語が定着しているが、当時は、未だ定まった訳語はなかった。自由独立な権利の主体という概念が、それまでの日本にはなかったためである。名録雑誌では、人々、ここ人々、以上、青春、括弧、人民括弧、以上、 西村茂樹という訳語が当てられており、訳語に苦労したことが伺える。つまり彼らの言う、日本人に見える、奴隷ね上、ママ、なるものは、インディビジュアル、インディビジュアリティに照らされて浮かび上がった、問題意識であった。こうした西洋を指標として、日本との落差を継続する姿勢の背後には、一国の文明化、強国化の要件として、 国民一人の知識獲得や文化程度の向上を求める単線的な発展士官があったのである。中領域自家が明治の世にあっては無機無力と断絶られた背後には人間に対する見方の変化がある。江戸時代に大政教学であった朱子学は人間の欲望充足、利害への関心に厳しい抑制を求めていた。しかし、 名録雑誌の啓蒙主義は、迷信や飲習に縛られない自由で、合理的な精神を追求し、欲望や利害に関し、肯定的な功理主義に立つ人間像を持っていた。例えば、津田真道は、常欲論、第34号において、常欲を天性の自然と肯定し、青春、人生三法論、第38号他では健康と知識と並んで、冬を宝だと述べている。 名録雑誌のこれまで述べてきたような特徴は、彼らの論説に混じって掲載された翻訳の中にその源泉を見ることができる。雑誌に掲載されたのは、全156本中16本が翻訳であって、中村正直が7本を占めている。翻訳は特に初期に多く掲載された。取り上げられたのは、ベーコン、トマス・ホップス、スペンサー、ブルンチュリ、ヘンリー・バックルなどであった。 名録雑誌は、指揮者同士が議論すること、そして、それを市場に掲載することで世論を喚起しようとした、新しいメディアである。雑誌に掲載された議論については、その目論み通り様々な反響を呼び、各種新聞には多くの投書が寄せられたという。市場における有名な論争を挙げるならば、以下のものを無視することはできない。 この論争は福沢が、明録雑誌の外から提起したものであった。福沢の代表作、学問の進め第四編において、学者とは感触につくべきでなく、のにあるべきである。啓蒙の目的の一つは、民衆の無気力、権力への卑屈さを克服することにあるが、それらは、先制政府によってもたらされる。つまり、真に啓蒙を行おうとすれば、関東にあってはできない。 民間の力によって成し遂げられねばならないというのが福沢の意見であった。そして財関学者をあたかも将棋の客にこびるがごとしと通列に批判したのである。これに対して加藤、森、津田、西田財関組が反論した。ただ福沢も他の同人も基本的に官民協調論に立つことは共通しており、批判は福沢が民に比重を置きすぎているという点に、 加えられたに過ぎそれでも、在野精神旺盛な福沢は、民六社にあって、やや異色なところがあって、他の在関系もおかたちに批判的な部分があった。民六社には最後まで在籍したものの、名六雑誌にはわずか三本しか論説を発表していない。この点につき、学問の進めや文明論の概略の執筆時期と重なるとはいえ、少なすぎると指摘する研究もある。 戸沢1991、民六社道人内の官、民をめぐる、思惑のすれ違いは、やがて、明六雑誌定刊の際に紛失することになる。明六雑誌が発行されていた時期は、ちょうど自由民権運動の初期と重なる。1874年、板垣大輔は、民選議員設立憲白書を政府に提出したが、これをめぐって、民六社内でも議論が戦わされた。 議論の中心となったのは、加藤博之の民選議員時期焦燥論、民選議員不可立の論第四号であった。加藤は議員そのものには反対しないものの、国民のレベルがまだ議員を必要とするほど発していないと断じ、啓蒙を通じて文明化を図り、その上で議員制度を導入しようと主張した。いわば全身論である。森有紀や青州、中村正直、を、坂谷にそ、 神田公平もこれに同調する立場であった。一方、西村茂木は国民が反対文明と野蛮の中間にあるから時期尚早というのは理由にできない、むしろ議員を設立することで民衆を文明へ導くべきと主張し、民選議員を設立することに積極的な賛成を表明している。民選議員設立自体を啓蒙の契機とみなす立場であった。 議員賛成派は、西村のほか、津田真道、福沢であった。名録雑誌の論争は、雑誌の枠を超えて反響があった。加藤の次期総燥論に対し、馬上をつろ郎、大井健太郎が、東京日日新聞に反論を掲載した。馬上は、三権分立で、理論武装した上で、反発政治を打破するためには、まず民選議員設立が必要であると述べた。 これに大使加藤は、反会の国家で議員を設立しても、有志先生、官僚独裁に陥るだけだとして、最後まで慎重であった。この論争はあくまで民選議員の設置時期に限定されるものであって、それ以上の深みはなかったけれども、民選議員が世上の関心の的となったことで、本格的な自由民権運動の趣旨をまいたと評価されている。この論争は、 森の最小論第8号ほか、下記外部リンクで実物写真を見ることができるお景気に起こったものである。森は非常に西欧文明に傾倒した人物で、その男女間、結婚間も西欧を基準としていた。すなわち最小論の根底には一夫一夫性が自然という観念があったし、また自身の結婚も契約結婚であった。そういう森の目には日本における 畜生性、最小同居は、不自然、極まりないものとして演じた。それゆえ、最小論では、夫婦は必ず平等であるべきであって、拡長先生は文明にもとる、女性には、家庭内の要である妻としての役割、教育を担う母としての役割があって、それを尊重すべきとした。つまり、役割論に基礎を置いた、夫婦平等がその内容であった。森の夫婦道討論は、 夫婦道権論にまで踏み込むものではなかったが、その後自由民権運動などと交差する中で、不見格長論として受け取れるようになっていった。これに対し鋭い対立を見せたのが、加藤博之と津田真道であった。加藤は、夫婦道権の流平論、第31号において、西洋のレディファーストの監修を取り上げ、これを東洋の人が真似るのは、 夫婦同権の行き過ぎた結果だと批判し、不剣格長に極めて冷淡であった。その点津田も変わりない。加藤らは、不剣格長にも批判的で、婦人参政権を批判し、加藤は、少年、狂人、ママ、犯罪者、極貧者と並んで、婦人に選挙権を与えないことを整理とした。結果から言えば、最小論論争は、夫婦間の私的な空間における、 男女平等については積極的な問題提起をしたが公的な空間における政治的社会的な男女同権については消極的姿勢に甘んじた言ってよい。しかし日本における過父的家族制度に批判的な視線を投げかけたことにより徐々に西欧的結婚観への支持を広げ1882年明治15年には 目かけという存在は少なくとも法的にはめられないものとなった。上記論争は様々な影響を残したが、それ以外にも見逃せない論争がある。例えば相関号において掲載された国語告示論争がそうである。自国の言語をどう表記するかということ。つまり、国語告示問題は文明開化を推進するにあたって遅れた文明とされた。 東洋文明から離脱し、西洋文明に仲間入りする方法の一つとして論じられ、中国文明の影響を脱すること、文字を簡単にして読めない人をなくし文明化を果たすというのがその理由であった。民読者誕生以前、まずこの問題について意見表明したのは、前島ひそかで彼は漢字を廃止し,し、ひらがなを英語のように分かち書きにすることを提唱した。しかし、 名録雑誌総刊号に掲載された、青春の用字をもって国語を書するの論は、より過激であった。漢字どころか金文字も廃止、用字、すなわちアルファベットを用いたローマ字で日本語を表記、すべきと主張した。西欧言語習得が簡単になること、翻訳の際、西欧学問の用語をそのまま、つまり適切な訳語を作る苦労なしに、移入できることを理由とした。 これに対し、西村茂樹は、同じ号で、表記をどうするかは、開花が進めば論ずればよく、今は教育などを優先すべきと反論した。また清水宇さぶろは、前島ひそかと、同様ひらがなを用いるべきとの論説を発表し、第七号。これは、一般民衆にも知られているからという理由からであった。しかし雑誌内ではこれ以上の議論にはならず。 他の同人からの論説は掲載されていない。ただどちらの説もその後受け継がれていった。まずかな文字表記論の方は清水が大月文彦らと1883年、明治16年にかなの区合、かなの会を設立し、精力的に運動を展開した。発足当時200名だった会員は、翌年には2000名を超える会員を獲得した。また、 ローマ辞表記論は八百八十四年、明治十七年、ローマ辞会が設立された。民読者が発足して、より約一年後、社長であった森有則は、明六雑誌の毎月の売れた部数は、平均三千二百五冊であると演説で述べている。現在の我々の感覚からすると、存外少ない感があるが、雑誌というものが、初めて登場した、明治初期にあってこれは、 驚異的な売れ行きであったと言わねばならない。それは広範な読者層を想定させるに十分であろう。また、名録雑誌の論説は、各地の新聞に、無断転載されることも多かったので、さらに一層の広がりを持っていたと言える。雑誌に対する、熱い指示は、以下のような新聞への投書に見ることができる。数々の投書にある署名からして、管理や学生、書生、村役人、 旧氏族、豪能、豪情など知識人層に読まれていたことがわかる。地域という点から言えば、雑誌は東京周辺だけで読まれただけではなく、大阪や広島、青森など全国各地の人誌にも読まれていた。その中に植木江森がいた。彼は16歳の時、名録雑誌を読み、感動して、高知から上京して、定例演説会に足しげく通うほどであった。 植木は民読者の演説会と名録雑誌に触れて自由民権に目覚めていったが、これは名録雑誌が地方人士の自由民権運動に参加するきっかけとなった一例である。名録雑誌の登場と広範な読者の獲得、その論説の地方新聞への転載とそれへの反響としての読者の投稿、これらは様々な問題関心を共有する。 言論空間を生み出した。各地の知識人層を自由民権問題を通じて結びつかせ、同じ問題意識を共有させたと言える。それは民力者が標榜する啓蒙の成功を意味した。この言論空間の痕跡は以下に見るように、現在の我々が使用する言葉にも見つけることができる。新思想の紹介は必然的に新たな語彙の発明を伴う。 それまでなかった概念にネーミングする必要があるからで、ある。そしてその定着のためには、その語彙を使用する共通の場とある程度の広がりが、用途されよう。名録雑誌はそれを提供する役割を果たした。上記、インディビジュアルに当てられた、様々な訳語はその一端であるが、インディビジュアルの場合、名録雑誌の訳語は定着しなかった。しかし文明開化に、非常な影響力を持っていた。 この雑誌に由来する新語意、訳語は多い。それらは、いわば、名録雑誌発の和製看護である。あるいは、発明せずとも、雑誌で使用されることで一般化した語彙もある。両者を分かつことは難しいので厳密には分類せず、名録雑誌に登場し、現代まで残った語意のうち代表的なものを列こぞる。 この他従来からあった言葉や中国由来の言葉を借用し意味を転用したものもある。代表的なものとしては国際、哲学、社会などがある。定着した新語彙のうちのいくつかはその後東アジアに訪れた日本ブームによって隣国の中国や朝鮮にも伝播した。社会などはもともと南宋の書、禁止録、趣旨、両祖剣共同編集に等する語彙であるから 予想も新たに大陸に逆輸入されたと言ってよい。そうした側面からすると、名録雑誌の影響は日本国内に止まるものではなく、周辺諸国にも及んでいたと言える。順調なスタートを切った名録雑誌であったが、それに暗い影を投げかける条例が相関翌年に交付された。残暴率と新聞紙条例である。西欧的近代化を図る中で新たなメディアとして、 新聞や名録雑誌のような雑誌が次々と誕生したが自由民権運動が高まるとそれを苦々しく思っていた。薩長反発政府はメディア統制を試み先の二つの条例を出したのである。具体的には新聞や雑誌を発行する場合必ず内務省に届け出て許可を得ることや掲載する記事、論説に書いた人間の署名を付けることなどが義務付けされた。 加えて、大上官から管理たる者は、官方広告以外のメディアに政務についてコメントしては、ならないという通達が出た。名録雑誌は、特に政府の目の敵にされたわけではなかった。しかし政府とメディアの対立を投函しできることも、できなかった。発起人であった森有則は、民録者を純粋に学術的な啓蒙団体として、構想し、また、第30号で、 地の政治にかかり入りて論する過ときは本来はれ、社会界の主位に必須というように、非政治的であることを胸とした。しかし、上で見たように、明録雑誌には自由民権運動についての論説がしばしば掲載され、各種新聞で多くの反響を呼び、植木絵森のような熱狂的な支持者を生み出す、きっかけともなっていた。そもそも、第三十号での森の発言時代、 そう言わねばならないほど、民読者とその雑誌が政治的な性格を次第に帯びてきたことへ危惧の念の表明だったのである。しかし官僚であり続けながら非政治的であろうとする森の姿勢には無理があったと言わねばならない。一方、福沢諭吉は学者職分論以来、こうした官、民の立場の違いに意識的であり続けた。政府のメディア規制を前にして、 官僚権啓蒙者は啓蒙者たり続けられるのかという問題は民六社同人間の温度差を浮き彫りにし雑誌の行く末をめぐって対立することになる。1875年9月、ついに三つくり周平や福沢の定官提案をきっかけに第43号で定官中絶となった。森、津田間道、青州らは観光継続を唱えたが多くの社員は活動停止を指示した。 民読者自体は民読会と名を変え、親睦会的な内輪の会合となった。足掛け二年で提案した名録雑誌であったが、その残したものは小さくはなかった。確かに途中で掲載が終わった論説もあり、議論が議論のまま終了するものもあった。問題の解決を後世に託して終了したとも言えなくはない。しかし、民選議員設立論争にしても女性問題、 国語国示問題にしても、後世の社会に芽吹く趣旨を植え付けたことは、歴史的に明らかであった。定例演説会や、学術雑誌発行という啓蒙スタイルも、先駆的であった。トップに戻る、トップに戻る、楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。